はいどうも高田のババリエーセン三角です。今日は年末対決イベント三角勢の対決イベントとなっています。はい、まもなく第6種目の、ときめきメモリアルの指つかむやつのガロボー対微分腰対決をしたいと思います。これも放送してるんですよね。どっちも放送してます。はいはいはい。じゃあ、まあ、2人にじゃあちょっと一言もらおうかなって。はいはい、じゃあもらいましょうか。じゃあまずガロボさんからいこうか。はいはい、どうもちょっと今カメラで映ってないからね、あれだけど、何まず腰対決今日することになったわけだけど、そう、今んとこ何、腰対決で勝ってるのはガロボさんって認識で大丈夫今のところだけど。あ、まあ、野試合では、まあとりあえず野試合では腰さんを取ってるのは俺だと。本番は何が起こるか分かんないからね。あ、まあまあ今のところは、ね、今のところ俺の女だと、言ってるけども、そういうのところがムカついて微分さんは言ってきたわけだよね。いやしかし本当に強い男なんで。この男にだったらコッシーを譲ってもいいみたいな流れになっちゃうよそれだと。いやもうなんかそれ許せないでしょ。あそうですね、もうなんとか今日はイノセントな思いで。そんな純粋な感じでいきたいんですか。わかりました。まあね、じゃあ改めてルール確認ですけども、はい、まあ明日なんかもやるね、味方の大会ルールとちょっと違って、はい、3年間絶対やってもらいます。卒業式まで行ってもらいます。これには何回コンテンツしてでも行ってもらいます、自腹で。はいはいはい。で、道具は禁止。はいはい。ウエットティッシュだかなんかとか、はいはい、なんかアンチョコとかそういうのダメですよ。映ってないです。おいで、なんだ、あとは、まあ、本名プレイ、本当の星座プレイ、本当の血液型プレイ。あ、そう、誕生日、まあ、有利なやつにしようかなって思ったんだけど、あえて自分の誕生日で行きます。またそういうこと言うんだよ。俺誕生日知ってるからな。名字はもうバラしてもいいんだっけ。これこの間バラしたからいいのかな。はい、もう俺ね、小林さんの誕生日とか知ってるからね。今回は、はい、もうバラされちゃってるから。下の名前でいきますんで。下の名前でいきましょう。小倉さんも下の名前いっちゃうの。あ、いっちゃいましょうか。では小林対小倉、一体どっちが勝つのか。いや、はいはい、どっちがコッシーなのか。どっちもコッシーじゃねえな。コッシーを勝つの、コッシーを取るのかね。え、まあ見ていきたいですね。何、本当に本名プレッシャーの、まあ強要はしねえけど、うっすらするけど、どっちやねんっていうね。え、本名プレイすんの。ああ、します、します。マジで、マジやった、頑張って。はいはい。あ、俺の本名はアキラで、ちなみに何度も言ってるけど。さあさあさあ、じゃあ始めていこうか。 1P、うん、2P、 どっちに、はい、どっちがどっちにする。どっちでもいいけど。今座ってた、ま、あ、じゃあ俺 1P で、微分さん 2P で。はいはい、微分さん 2P で。野試合それでやってたんで。あ、なるほどね。あ、野試合もやってた。あ、さっきやってたね。あ、ちなみに100円玉持ってる？いっぱい大丈夫？持ってます、持ってます、持ってます。1000円ぐらい軽く使っちゃうかもよ、下手したら、はい、どんなにダメでも絶対行かせるかな、3年目まで。500円以内で収める。惨めな高校3年生送ってこいよ、お前ら。本当ですよね。で、まあ、ちなみに卒業式の伝説の利用者に呼び出されたら、まあ、その方が勝ちと。で、まあ、2人とも呼び出されたら引き分けと。そうそうそう。自分から告白とかそういうのはね、ちょっと今回なしで行こうよ。はい、3年やろうね。はい、はいはい、じゃあそんな感じで。はい、じゃあ行ってこい。はい、三角学園3年間楽しんでこい。さあ始めますよ、ときめきメモリアル指つかむやつ。なぜか三角で大人気、多分今世界中で稼働してるのはここだけでしょう。 1P が座るのはガロボー、 2P が座るのは微分、狙うは同じくコッシー。あれ、世界大会ルール、世界大会ルール、本名プレイです。本名プレイ、本名プレイです。じゃあ、小林対小倉ですよ。小倉そこまではバレてますもん。よっしゃ、小林、二人ともね、ちゃんとタイミングとかも合わせてね、うまいこと、なんとなく合わせてね。はいはい、じゃあ行きますよ。さあ、お前ら、下の名前、ガロボーさんは俺知ってる、どうしたの名前。リムさんもこの間聞いたわ。お前らチェックするかな、合ってるかどうか。大丈夫、合ってたな。あー、ビムさんの見てなかった。タクロ、よし、 お互い本名プレイだ。いやー、今日はプレイの気合が違いますね。大樹、タクロ頑張ってこい。二人とも本名だぞ、この野郎。さあ、小林大樹と小倉タクロです。小倉タクロ、バレました。小林行ってこい、早く行ってこい。さあ、ここでときめもの、簡単なルールを言うとですね、死んだら負けです。いいですか。あ、いや、今回はね、ちょっと特別なんで、3年までやろうって。3年までやる、卒業式までやろうって。そうか、じゃあ3年までやってくれ。わかりました。さあ、行きましょう。じゃあ、お互いこれはやっぱり古式ゆかりを、そうですね、古式を、古式が大好きということで。
さあ本人たちがどのようにして女を口説くかというシミュレーション的要素もこのゲームにはありますからね。今回マロボさん大好きなあのね東京ウォーカーもないですから。東京ウォーカーは今日はあのカンニングペーパー見るなという話です。ちゃんとガロボーが不正しないようにカメラつけておきます。そうですね、不正防止、不正防止のために、でも大体ガロボーは道具は、ね、道具が好きなんだな。そうですね、道具大好きですから、ね、プレイの際は道具を使用する。そうですよ、もうコチさん相手にもそういう道具を使わないように。ああそうですね、これね、こういうのは重要ですからね。おっと、ここはさあ動物園でどうなる。割といい印象。そうですね、小林、あと誰だ、小倉ともに割といい印象。大樹と拓郎ですね。拓郎、大樹と拓郎。そうですね、ワンピー側が大樹。さあ夏だ、海だぜ、ゆかりとやるぞということでゆかりを呼び出します。また拾うんですか。そうですね、あ、機械拾うかじゃ、とりあえず、お前ら拾っとくか。大体知ってんだよ、いっぱい見たよ、空き缶拾ってるやつ、ね、海にデートに来て空き缶拾うってね、らしいだろ、どういうことだよって。大体その普段さ、拾うわけがないんですよ。そうなんですよ、完全に女の子がいるからやってる状況っていうね。あの子優しい、あの人優しい、ちょっとアピッとこうみたいなね、露骨。あー、お互い同じムーブ、あーと同じムーブ、同じムーブ、教科書通り。そうですね、まるで何でしたっけ、ビデオガールの主人公のように。そうですね、モテないヨータ、モテないヨータ的なムーブを今見せていきます、ね、でも今回はまあ3人デートなんで、やっぱりどっちかというとオレンジロード的な方向になってるかもしれないですね。そうですね、オレンジロードかタッチかビデオガールか。この三角関係に、ね、いつ、ひびが入っていくのか楽しみにしていきたい。どっちに傾いていくかですね。そうですね、コースキーさんが、ね、鏡の中のアクトレス的な。そうですよ、中原芽衣子的な。中原芽衣子的な、中原芽衣子です、ね、さあ映画だ、映画だ、何を見に行くんだお前ら。さあアイカツとかはダメだぞ違う映画にしとけ、嫌われるぞ。今日確か微分さんはここに来る前にアイカツの映画を見てきたっていう。アイカツでしたっけ。え、微分さんアイカツ映画だったの。もう見てきたんですね。なんか今日そういう高校の映画を見てきたという話を聞いてますけども。俺ら誰と行くんですか、一人で行くんですかね、攻めるんですかね、一人で。やっぱ一人ですかね。さあ裸のなんとかを、持つ男、コメディ映画だということで。持つ男と。さあここでどのような選択肢を。プリキュアのプの字もない。そうですね、そう、お互いゲージを見てると、冷静を装ってますね。変な映画だったぞ。おっと、お互い、おっとマックスだった。鏡内大倉興奮してるのか。タクロー、タクロー、タクローが今ちょっと興奮しましたね。タクロー大丈夫か、ビクっていきました。ちゃんとちゃんと指置いてんのか、お前指突っ込んでんのか。指突っ込んでるか、突っ込めよ。あっ、ガロボーが、ガロボーこれはエネルギーが。おっと、あ、大丈夫ですね、大丈夫です。あ、危ない危ない危なかった、危なかった、危なかった。3割4割当たり前なんとか抑えた。さあ1年目の秋、あと公園、おっと抜け駆けか。タクロー、タクローが、おっと、いや一緒だ。お前ら公園まで一緒か。告白も一緒。お前ら、ただここで告白、お互い告白がなしだぞ。今回のルールはなしでいこうよ。これ成功しても失敗しても終わりますからね。終わりですから、ね、ここで3年目までちょっと100円突っ込んでもらわないといけないね。いや、やめておこう。いや、ここはやめておこう。あー、興奮してる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 ぞー。おい、タクロー、タクロー、タクロー、バレてるぞ。まだ告白は早いわけで、まだ告白は早いわけで、ゆかりが好きなわけで、好きに行くわけで、わけですよこれ。さあ1年目の冬ですよ。さあスキーだ、スキーだ、来ました、スキー場。公式さんとスキーに来てしまいました、この3人。ゲレンデには恋が待っている。ゲレンデには、そうですね、まだ日比谷入ってないですね、これ。まだ日比谷入ってないですね。さあこの辺りからちょっと拓郎選手がちょっと若干興奮気味なのが、ちょっとそうですね、まあ150来てますね。あくまで冷静を装う。ガロボ、ガロボ50は低すぎないか、逆にガロボ目を合わせてないな、女の子と。ガロボダメだぞ、ちゃんとちょっと伏せ目がちでチラッチラッって伏せ目がちに。さあどっちだ、どっちだ、転び方から始めるのか。さあどうするんだ、転ぶんです、転び方から襲われて、反応がちょっと違う、まさか。キャーということで、同じかな、どうなるの、同じでした、同じですね。あ、同じですか、同じですね。ああ同じ感じですか。さあ同じ、さあ、おっとここでタクロが押し倒していく、押し倒したが、スキーの練習と偽って押し倒していくが、大丈夫か、少しゲージが溜まってますね。ああ、やばい、やばい、押し倒した、押し倒してる、ピクピクっとタクロのゲージが動いていくのは何なんでしょうか。さあ指を突っ込んでいるがゆえにバレてしまう興奮度ということで、危ないですね、危ないですね。さあ、はい、買い物にでも行ってみよう。まだ2人ともノーダメですね。ノーダメージ、素晴らしいプレーですね。1年目は3人、さすがときめもぜやり込んでいますね、やり込んでいます。
この間の決勝戦とか海でもう全、はい、10割もらってますから、ね、10割で、そうですね、もうショッピング会ということで2年目春ショッピング、1年経ってもまだショッピングの息を出ないこの両者、果たしてプラトニックな感じで公式を落とすことができるんでしょうか。おおーということでアクシデントが発生する。さあ、あ、興奮してる。ああ、興奮してる。タクロー、タクロー、タクロー、興奮してるぞ。バレてるぞ。全世界発信されてるぞタクロー。公式にバレてるぞ。やましいことはしてないよ。ガロボー汗をかいていない。本当に指置いているのか。嘘ですね。嘘がバレてる。ちょっとピタピタって今ちょっと。嘘がバレてる。あ、ガロボーが少し今上がってきましたね。ガロボ、ガロボ。あ、いや大樹。ついガラボーって言ってしまう。大樹どうだ、いけんとか。あ、おお、バッチリでしょ、バッチリ、バッチリ。まだバレていない下心、危ない危ない、バッチリだ。俺大樹もバッチリでした。大樹もバッチリでした。ただお互いバッチリ。ただ大樹のちょっと今あのコスモがちょっと高まってますね、今。あ、高まってますね。あ、150。あ、これは、あ、133。これはお祭りを前にコスモが、お、あ、ドロッチ。あ、これはこれは、あー、とろってる。タクローにちょっと傾いてるのか。タクローに傾いている。コシキ2年目の夏落とされてしまうのか。2年目の夏、ひと夏の体験があるのか。どうなるんださあ。どうなるんだコスモ、コスモが、タクローのコスモが計測不能、計測不能なんで。伊達にミスター MVS 名乗ってるわけじゃねえんだと。さあ、洞窟に連れ込んでいく戦闘力が、戦闘力が測りきれない、なスカウターがボンみたいな。さあ、ここは洞窟に連れ込んでいく。あ、でもまんざらでもない顔してる。まんざらでもないぞ。うわぁ、なんだ、なんか出た。さあ、同じものだ。どうする、どうすんだ、どうする。大樹、タクロ、私も平気ですよ。あ、それは、それはどういう意味なのでしょうか。死んだか、ガロボ。大樹、ガロボ死んだ、ガロボ死んだか、死んだ。ダメージは10割。どうする、どうする。見に行きたい。あ、かわいいと見に行きたい。これどっちなんだ。まあこんなもん。これは、まあ、割と、あ、あガロボが意外だった。ガロボ生き残った。防御追いついたのか、ガロボ。これですごいジャストディフェンス決めましたね、ええ、危ない危ない。さあ、ここはどのように。さあ、水族館、水面目の夏。しかしちょっとガロボのコスモが若干高まりつつありますね。そうですね。今回これね、生き残ってるだけじゃダメなんですよ。落としに行かないといけないんですね。落としに行かなければいけない。3年終わって振られたらもう何もないという。なるほど、なってしまうのね。あ、取ろって、あ、どっちも行ったか、どっちも行ったか。これはまずい。これはかなりハイレベルの戦い。ハイレベルに古式を落としに行く両者。これは好みとは恐ろしいです。こんな熱い戦いがあっただろうか。我々は本当の愛なわけで。セブンセンスが見えてますね。やばいぞ、完全に見えてますね。ひらめく星座がお前を呼んでいる。もうすぐ釈迦の目が開いちゃいますね、これ ね。釈迦の目を開かせるなと。お、これは実行的な怒りだよ。実行的な怒りだ。どうだ、どうする、どうする。違う、これは星さん、あ、寝てるのか。あれあれ、なんかこれは若干若干分かれたぞ。勝負が分かれるぞ。注目しろ。さあ、どうなる、どっちだ。あまり、あー、死ぬー。危ない危ない危ない。7割、7割。タクロー、タクロー、タクロー、落ち着け、落ち着け。ガチくんじゃない。タクロー大パンクラックもらっちゃうじゃん。まだだぞ、まだ生きてるぞ。まだ生きてる、まだ生きてる。スケートで取り返そう、取り返そう、スケートで。いや、危険な7割コンボが決まった。いや、危なかったですね。大パンクラックの脅威が今危ないとこでした。なんとか逃げた。一方ガロボーはまだ10割、10割残ってますからね。だからまだお互い顔はとろけていますね。まだわからない。さあ、スケートは初めて、何でも初めてというコシキさん。そうですね、いろんなのが初めて、いろんなことが初めてなコシキさんが大好きな、テニス以外はあまりやったことないですね。小林と、小倉ですね。小倉大女拓郎もいろいろと初めてかもしれないですね。小林大と小倉拓郎、俺たちも本名なんだよと、ね、君には嘘はつけないんだと本名を明かしていく両者、どちらが勝つんでしょうか。おっと、ここでアクシデント。あっと、いい眺め。うわぁ、ずっこんでる。見えそうで見えない。あー、タクロー、タクロー、あー、興奮してる。バレる、バレる。こっちの方が好みなんでしょ、タクロー。バレるぞ、タクロー。バレちゃう、好みがバレちゃう。あ、タクロー、どうだ、タクロー、本当は、本当はどっち。そうなんですか、参考になりました。どう、え、どうかしたの。お、あ、同じか、同じか、これ結局結果同じか。さあ、二人コスモを高めて。あ、上血が出て戦闘つき、まあ、この、おー、危なかったですね。防御ですね、防御。あ、まあこんなもんだと前には進めないぞ。ガードしたな、バッチリ印象。お前らどうした、さあ、ガルボどうだ、ガルボどうだ。お前ら攻めの姿勢を忘れたのか。さあ、ここでなんとかガルボもガードして、じゃあコンサートに繋いでいくですね。この関係を壊したくないみたいなのがうっすら伝わってきますね、ちょっとね。そうですね。
友達のままでいたい。友達のまま終わってしまうの か。さあ武道館、さあ3人デート、コンサート、何のコンサートでしょう。何のコンサート。ローリングストーンズ秋谷先祖太陽を盗んだ男は来ませんでしたね、あれね。来やせんぞ、来やせんよですね。今から中止の発表がある。あのイベントちょっと俺も一瞬行きたかったですよね。さあ、X 日本、 X 日本、どうだ、 X 日本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 、どちら、 X 日本か、まさかのチケット取れたんですね。さあ、どうだ、これはちょっととても興奮していた。五色さん、X 日本とか結構激しい系が好きなんですね。俺もノリノリだったぜ。まあまあ、いまいちだ。いまいちだ。どうなんだ。あ、死ぬせか。どうだ。お前ら二人とも、クラシックの方が好きなんですね。詳しい。さあ、これ東京ウォーカーで読んだんですね。東京ウォーカーに書いてあるんですね、この情報は。五色は。あまり。ああ、死んだ。ビー。ガラモイボ。コンティニューだ。さあ、さあ、通常の味方ルールの終わってしまうのですか。金今回は3年ルール。金を入れなさい、金を。ライフは金で買いましょう。ライフは金で買えるんです。命は金で買います。ガロボーリードということか。さあ、ガロボーがじゃあ一歩リードということで。そうですね。でもお互いそんなにいい印象まだ与えてないですからね。そうですね、残り1割です。残り1割、大パンチ一発で死ぬぐらいの。そうですね、これここからバッチリ印象連発したいところですが、イルカの特別賞ということで、ここは公式を今度はさあ、トロテロをキープ。水族館デート、水族館で。そういえばこの間三風は誰かも水族館でデートしてきたと言っていましたさあ、どうだ、トイレに行きたかったんだよね、ザッパーンということで。さあ、これコシキさんの濡れ場が見れた。これは赤、コスモラ、コスモラが回ってる。オグラやばい、オグラ、オグラが、オグラ興奮してる。サンベーダーってやつですね、これね。オグラが興奮してる。やばい、赤くなってる。オグラ海洋圏か。オグラ海洋圏、スーパーオグラ人になるぞ。あー、まずい、オグラを超えた。オグラ、オグラバレてる。ビンビンだ、超えてしまうのか。オグラがビンビンでやる。指が、オグラビンビン物語。オグラがもうやばいですね。濡れてる、濡れてる。コシキさんにもう反応しまくってる。あ、ガード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 、業者ガード。あ、これは、この顔変化が、顔、あ、顔が今、これは大丈夫。パクロー側はちょっとプレゼントませんでしたよ。オグラまだ興奮してる。オグラマジビクビクしてますから。大丈夫か、落ち着け。パクロー頑張れ。落ち着け。パクロー顔変わっちゃったぞ、今向こう。落ち着け。デラべっぴんとか呼んで、落ち着け。このままじゃ。デラべっぴんとか呼んで、落ち着け。素数の数とか数えるんだ。素数の数。今度はお互いとろけてないぞ、これは。大丈夫ですね。大丈夫だ。これは。まだちょっと、まだこれはまだ指が入ってないと。もうそうですね、お友達関係ですよ。オグラがもうお前らいい加減仕掛けろ。終わんないぞ。濡れ場を見ると興奮するわけで、濡れ場はやっぱり興奮するわけで、ビンビンなわけで、ビンビンなわ、男ゆえしょうがないわけで。さあ、ジェットコースターはクリアして、選択肢、はあ、そうですね、そうですね。どうだ、どうだ、ちょっと反応が違う。もっと乗ってみたい、もっと乗ってみたい、うおーと聞こえたが、いや、もっと乗ってみたいね、今。オグラが、オグラが動きましたね、今。オグラ見たか、ビビ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 、俺も乗りたい、毎度お騒がせしますみたいな。あー、どうだ、ちょっと減ってますよね。あー、ちょっと減りましたね、ちょっと。いやー、これはちょっと、これオグラまずいですね。どうなる、落ち着いていきましょう、落ち着こう。さあ、これもう最後か、3年目ですよ、ね、ファイナルステージ。ファイナル、お前らこれ無理なんじゃないのか。大丈夫か、これバッチリ決めとけよ。ちゃんと決めてくださいね、最後バッチリ決めて。最後だぞ、ガロボー、ここで死ぬっていうのも熱い。ここだぞ、ここ、ここ勝負の分かれ目。さあ、上に乗りたいとかそういう話をしてるんじゃないと。上に乗りたいのは俺だよと。もう一回乗りたいっていうか、最初に乗りたいんだよ。じゃあ俺は乗らせろ、一回も乗ってねえよっていうね。さあ、決めに行きましょうということで、来い。アウト、モグラ興奮してる。ウェディングドレス、ウェディングドレスだ。もう全てをすっとね、すっ飛ばしてウェディングドレスまで話が行くわけです ね。上に乗る、乗らない、乗らないの前に。さあ、どうだ、どうなんだ、何を選ぶ、お前ら何を選ぶ。あんまりやばい、これおぐらわけではないのですが、おぐら死んだか、これ代々純和式。なるほどなるほど。あ、東京ウォーカーを読んでいない。これは東京ウォーカー死んだか、死んだ、生きてる、生き延びた。ドットドット、残ってる。まあ、このお前ら、これ削りあるぞ、これ。おい、終わりだぞ、これ。
おい、どうなるんだ。さあ、3年目までお互い来たぞ。さあ、卒業式が終わったぞ。さあ、ちょっとこれ合わせていきましょうか。合わせ、合わせて、ボタン合わせていこう。ボタン合わせて帰ろ。あー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 、何が伝説の木だ。何がええの。オグラ、オグラシンだ。そして、そして大樹の元に手紙が行け。あーあー、死ねー。五色ガロボーに落ちる。来たー、勝者小林。なんと小林大樹、小林ゆかりはお前のものだ。小林、小林ゲット。小倉死亡確認。拓郎、小倉拓郎、小倉拓郎、小林大樹の前に死す。小林に大好きな公式さん奪われてしまいました。これは完全敗北ですね。これ完全、もう今年ちょっと今この年末辛い選択でしたね。辛いですね、これは。このクリスマスを前に、クリスマスを前にまた明日大会あるんで、まあでも逆にお願いします。完全に明日出る資格を得たと、そういうことですね。いう感じですね、これはね。なんとしてでも明日優勝しなければ、大樹くんはちょっと明日出なくてもいい。違う、俺違うのに今度乗るんでみたいな。ということだ。小林大樹というわけでございまして、やってしまった。勝者、ガロボ、勝者ガロボおめでとう。いやー、完全決着でしたね。ガロボさん、じゃあちょっと一言、あ、告白中ですけど大丈夫ですか。まあせっかくなんで最後に告白中ですけどいいですかね。またやる、あ、どうぞ、いいですよ、いいですよ。あ、じゃあ、あ、私もよろしければこれから小倉さんから。あ、そうですね、ちょっとちょっと告白言ってる、告白に行ってる間に、はい、小倉さんから話して。小倉さん、ちょっと今回は残念でしたね。ちょっと今、動揺してます。そうですね、ステージが操られてしまったんで、ちょっと心の平穏が保てない。そうですね、かなり、まあ見ていてもかなりビンビンだったかなという印象はあるんですけども。いやー、でもまあね、あと2回チャンス年内あるかなって思ってるんですけど。まあ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 、はい、最後に誰の隣にいるかって話はあるんですよ。そう、ラオウみたいなこと。そうですね、はい、そうです、ラオウです、はい。まあ、今日のところはしょうがないと。そう、でも見ていう感じでしょうかね。あの、あ、もう悔しいです、あの野郎。あの野郎。いいですね。このビブンブラックが出ましたね。ありがとうございました。またじゃあ明日頑張りましょう。まだ告白中ですか。告白中ですね。ちょっとそれを遠くから見守りましょうか。あ、二人の時が流れ始めたところですね。キラキラと木漏れ日の中で、まあ、来いよこの野郎、小林、この野郎。さあ、勝利者の小林大樹さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、カメラないから、そのウェブカメラ向かって。あ、そうです、まあ、どっちでも。はいはい、いやー、はい、見事なワンコインクリアとなりましたね。ありがとうございます。いや、ワンコイン、まあ、2コインですよ、正確には。まあ、ノーコンテンユークリアと。まあ、そうですね、ゆかりさんの性格はもう、年に、まあ、下調べしてたんで。もう、コッシーさんじゃなくて、ゆかりさんって、下の名前ですね、なるほど。ゆかりですね、呼び捨て選手。あ、呼び捨て選手、そうですね、これを機にですね、そうですね。はい、なるほど。かなり、まあ、いろいろとウォーカー的なものを呼び込んできたと、はい、ウォッチャー的なものを。いや、まあ、そうですね、まあ、でもあれは参考程度ですんで。あ、まあね、最後はハートなんで。最後はハート、出ましたね、出ましたね。これですよ、これが皆さん、小林大樹ですよ。はい、いやいやいや、熱い心でしたね。まあでもね、とりあえずは年内は完全決着になるのかな。一応明日とかもあるけども、大会自体は。明日はそうですね、まあ出たいんですけど、ちょっと風邪気味なんで。あ、そうだね、ちょっと今日マスクしててね。出ます、決してあんまり、ね、無理しないようにして、ね、身張ってるわけじゃないんで、来なくても。まあね、ちょっとゆかりちゃんに看病してもらってください。まあ、28の日曜が本番かな。明日はそうですね、ゆかりのお父様にちょっと挨拶しに行かなきゃいけないんで。ゆかりさんのお父さんは結構すごい人だから気をつけた方がいいよ。そうですね、まあ、かなりごつい方向だからね、気をつけた方がいいね。まあ、しっかりしてた方がいいよ。気をつけてね、うん、清掃していった方がいいね。失礼のないように。そう、失礼のないように、うん、消されちゃうかもしれないからね。はい。はい、じゃあそんなこんなでガラボーさんこと小林大樹さんでした。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。いやー、えらいことになりましたね。大変熱い試合でした。いいんですか。いいですね、いいですね、ありがとうございました、はい、本当に。というわけで以上、ときめきメモリアル、教えてユアハート対決と。はい、で、明日、ありがとうございます。明日、明日やりますよ、ついに明日2時から。まさかのこのときめもの唯一コメスの大会、大会がありますよ。ということで、ジェネラルマネージャーから、めめし野郎どもが集まる大会が、明日、男だらけの、ときめも大会、ザ・男祭りという、
ときめも指突っ込むやつの大会を行いたいと思います。世界ルールに準ずり、のとり、あれですね、先に死んだら負けのトーナメントとなっております。そうですね、同時死にの場合は、両者失格、コンピューターさんが勝ち上がります。もうクリスマスはゲームセンターでゲームするという新た価値観を帝は2014年から、構築していこうかなというところで、はい、よろしければぜひ、明日の8時、エントリー開始、ときめも指突っ込むやつ大会ザ・男祭りにどうか多数のご来場、ご参加、お待ちしております。何卒よろしくお願いします。はい、一人もんであれば大丈夫と。一人もんであれば出れます。リア充は無理です。リア充絶滅させます。はい、いいですか、よろしくお願いします。リア充シスベシ。さあということで、またこれ戻さないといけないので、はい、1回配信を切りたいと思います。はい、でこの配信、次、はい、最後の対決、最後は萌えプロ勢スラッガー対決、はい、最強スラッガー2014を決めますというわけで、今しばらくお待ちください。はい、よろしくお願いします。10分ぐらいかな。そうですね、そしたらまた再開ということで、うん、よろしくお願いします。はい、それではまた後ほど、ありがとうございました。